調査を行ったのは、かすがい市のベンチャー企業、テララボです。テララボは地震の翌日に福島県入りし、ドローンと航空機を使って南相馬市の被災地の上空8カ所で撮影しました。撮影した動画を南相馬市の災害対策本部に提供したということです。さらに詳しい被害状況を把握するため、上空から撮影した数百枚の写真と